はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時25分になろうとしています。12月の17日の土曜日でございましてですね、まったりとしていますね。千代田区7度。この部屋ね、17度かな。暖房を入れるほどではないですね。でも日が照ってれば20度になるんですけどね、残念やわ。さっきね、初めてライブっていうのやりまして、40分ぐらい喋ったんですけども、やり方が分かりました。そんな全然簡単やったですね。まだちょっと技術的にですね、ちょっと初歩的なやり方しかしてないんですけど、まあまあこれでいけるやったらもうこれでいこうかなという感じはしますね。なんで、明日も2時から3時の間に始めたいと思います。よほどのことがない限りね、始めたいと思います。変な話、こんなん別にね、僕はこう動画撮るのをね、ライブでもええやん、全部ライブでもええやんぐらいの感じですね。なんで、これからライブにしようかなみたいな。ちょっともうちょっと慣れたらね、もうちょっと慣れたらライブしてもいいかなという気がしますね。さて、行きましょうか。ですね。ニュースポスト7にこんな記事が出てまして、永井秀和氏が明かす創価学会の現実、若い世代の学会員ほど活動に疑問を感じているというタイトルの記事が出てまして、これはちょっと古い、14日ですね、今日17日ですから、ちょっと前の、記事でして、まあね、最近、この永井秀和さんってどんな方か僕よく知らんのですけど、お笑いタレントらしいですね。創価学園から創価大学に行ったというバキバキのですね、学会2世だそうですけども、ちょっと読んでいきましょうか。旧統一教会問題によって20年超に及ぶ自公連立が危機に立たされている。公明党の支持母体である創価学会にも関係が、創価学会にも問題が波及しているからだ。旧統一教会括弧世界平和統一家庭連合の被害者救済法案の正式名称は、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律で、旧統一教会だけでなく宗教法人全般が対象となると。まあこの辺ええわと、この辺はちょっと飛ばしましてですね、創価学会がですね、票を減らしているという話がありますね。7月の参院選で公明党は得票数約618万、昨年の総選挙は711万で、100万票近くも減らしたと。これは多分ですね、学会にとってはえらいショックでしょうね。目標とした800万票には遠く及ばない。背景にあるのは、創価学会の選挙活動の中核を担ってきた1世の高齢化と2世や3世、4世たちの選挙離れであると。で、外資系企業を務める学会2世の女性は、今回の問題をきっかけに母親の選挙活動に疑問を感じたと語る。改革ですね。専業主婦の母は平日昼間から公明党の活動に走り回り、学会の地域活動もしています。その母からは、池田大作先生、名誉会長の凄さを自民党も認めていて、安倍晋三さんとか偉い政治家、創価学会、公明党には頭が上がらないと聞かされてきましたと。いや、まあまあそれはある意味で事実でしょ。でも今報道を見ると、自民党の政治家は統一教会にもペコペコしてすり寄っていたわけでしょって。その通りやん、その通りやで。創価学会って自民党に利用されているだけなのかなと思えて、母のやってきた選挙活動をバカバカしく感じてしまうところはありますよねって。まあその通りですね。それも一面の真実です。はい。物事にはいろんな面がございますから、どれか一つだけ取って それやということは危険でございますね。元学会2世で、退会した理由をメディアに発信しているお笑いタレントの永井秀和氏にも学会員からの反響が寄せられているという。永井氏は実家が政教新聞の販売所で、小学校から高校まで創価学園、小学校もあるんですか創価学園って、大学は創価大学という学会エリートだった。永井氏が言う、学
会では子どもの頃から、ここからが面白いんです。池田大作先生は森羅万象を知り、前世現世来世を見通せる仏眼かな仏の目があると教えられ、ご本尊を拝む時にも池田先生を思い浮かべるように指導されます。だから乗り遅れそうになった電車に乗れたとか、生活の中でいいことがあると池田先生のおかげだと考えるようになる。そうして育った2世3世が辞めるのは簡単ではありません。まあいいから続けますけど。すごいですね、すごいですね。池田大作先生、はですね、森羅万象を知り、森羅万象っていうのはですね、もう全てのことという意味ですからね、すみません、物理の難しい問題解いてくださいとか言うてもですね、宇宙の彼方には何があるんですかって聞いても全部答えなあかんです。答えられるということですね、森羅万象を知りということ。前世、現世、来世を見通せる仏眼がある。現世、来世、前世、現世、来世、僕のですね、前前世があるとしたら、それがどんな人間やってて、今はお前はどんな人生を送ってて、来世はこんな人生を送るんやっていうのは分かるんですか。すごいやん、そんな人おらへんわ。アッラーでもね、そこまでは言いませんでしたからね。今一生懸命コーラ読んでるんです、僕。そこまでは言うてなかったと思いますね。アッラーでもね、イエス・キリストもそこまで言うてなかったし、仏さんというかお釈迦さんもそこまで言うてなかったと思うんですけど、それらを全て超える存在ということですね、池田大作大先生は。もう3年ぐらい出てきてないそうですけど、ご存命なんでしょうかね。ご存命であればぜひですね、出てきてですね、その辺の人間のね、前世現世来世について語ってほしいですね。聞きたいわ、そんなあるんやったら俺も。それが当たってんやったら偉いもんやん、ほんまと。でもそう教えられるわけですね。まあなんて言いましょうかね、それを信じてる人間がですね、多分500万人ぐらいはいるんでしょ。ちょっとそれやばいんちゃうのと思いますけどね、私は。ちょっとそういう集団危険ちゃうのと、ちょっとそれあれ、警察庁の公安マザーにした方がええんちゃうのという気がしますけどね。500万でしょ。それがね、自民党とね、もう20年もね、連携してるんですよ。連立与党って政府内に入ってるんですよ。大丈夫なそれって。ほんで、夜と触ると中国のね、肩持ってるんですよ。中国からね、戦友やって言われてるんですよ。中国の戦友ですよ。中国の戦友がね、今ね、自民党のね、連立与党の中に入ってるんですよ、自民党と一緒に。大丈夫なん？それちょっともうちょっとあれやわ、公安が動いた方がええんちゃうのと。そんなね、前世、現世、来世を知るんですよ。見通せるんですよ。ちょっと見てほしいけど、かなり見てほしいというか、あるわけないやん、そんなん。前世があって来世があるなっていうのはですね、これあれをね、今コーラ読んでるんですけど、コーラ見ててもね、君らは生まれ変わったらですね、いわゆる天国に行けるということを盛んに言うてるんですね、マホメットは。だから信心せえと言うてるわけですけど、そんなん誰が証明できんのという話ですね。で、自分に前世なんかあるんかないんか名前知らんやん、そんなんて。少なくとも今のですね、自然科学からすればですね、ありえない話ですね。どうしたところで説明つきませんね、前世があって来世があるなんていうのは。だからそれを知ってるっていう、そら森羅万象知ってるやん。油ぎっちょんちょの顔のおっさんがそこまで知ってるんかっていう気がしますけど。まあ、それはね、言うのはただですからね。で、それをね、600万か700万か500万か知りませんよ。信じてる人がいるっていう。君らちょっとって、あれちゃうかって。専門家に見てもらった方がええんちゃうのという、私はそういう考えてしまいますけどね。まあ、それがリリジョンやって言ったら、まあ、それはそこまでのお話なんですけども、それは信じられるということ自体、君らちゃんと勉強したんという感じですね。つまり、あらゆる宗教はサイエンスでは説明できませんからね。
まあ別に信じるのは自由ですよ、別に。でも信じてる人を私はですね、危ないなという気はしますね。でそんな人が日本に600万も、選挙権ある人が600万もいてですね、投票をして、しかも彼らがですね、自民党と連立与党を組んでいると、この国大丈夫かいなと思って、でしかも彼らは中国から占有って言われてるんですよ。大丈夫かなと思うんですけど、今読みましたニュースポスト7のですね、1ページ目のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。